ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。さあ、ついに基本セット2020、一足先にアリーナで遊べるようになりました。というわけで今回ですね、そんな基本セット2020の新カードを使った新デッキ紹介していきたいと思います。その名も戦慄スケープシフト。いや、一体どんなデッキなのか、早速対戦やっていきたいと思います。それではレッツゴー。では、土地を伸ばしたいのでキープします。リッター目はお互いランドセットで終了。相手は戦慄州の敗退者。ここにダメのそいつはやばいな。お、送信。よし、このまま構えてエンドします。まあ2体目、まあ1体は除去しておきます。危険ダメージいかないぞ。ここで1点。3ターン目はエルフの再生者で土地を伸ばします。例の神殿セットで戦慄下へ。相手は残酷な祝賀者、そして戦慄種の解体者でアタック。ここは再生者でブロックします。さあ、ここはおデッキのキーカード、戦慄の存在。解体者に2点ダメージ与えます。パライフも2点回復しますが、解体者と祝賀者でライフが減りますね。あー、アングラスの暴力か。除去されてしまいます。展開はしていきませんでしたね。ここは土地を伸ばしましょう。回路で森と沼をセット。相手は下へ石、そして大一角の石。まだ土地が足りないですね。もう一回迂回路で沼を2枚セットします。第一巻から吉はいっぱい湧いてきちゃうんで、今のうちに除去しておきます。ここでジュニス出して打点アップ。ターンもらって、よし、9マナありますね。さあ、決めに行きましょう。まずは紅白ハンドは除去はないようですね。まずは戦慄の存在、そして風景の変容。それすべて生贄に捧げます。デッキから沼を9枚。これで戦慄の存在の能力が9回勝ちます。ぴったり18点取り。いやー、爽快ですねこれ。さあ、2戦目やっていきましょう。せめて目があればな。バマリガンでこれならキープできますね。さあ、使用変わってロンドンバリガン1枚戻しですね。ここは暗殺者の戦利品を戻します。さあ、相手はモミセット。生川収集か、いいショットですね。とりあえず漂白で札を解きましょう。落とせるのは冒険の衝動のみですね。相手はまあいいですよね。さあ、収集かサイズアップしてアタック。一応ランドセットのみで終了。じゃあ相手は2体アタック出してエンド。いや、強さ生態性断念につなげられるときついですね。こちらはエルフの再生者、土地を伸ばしつつブロック買ってます。生態アタック、守護者の方をブロックします。今回ちゃんとできましたね。さあ、ターンもらって戦慄の存在、このセットして収集化落とします。で、強化ってきます。うわー、うーずが。さあ、相手はこっち引いたか。そしてアタック、ここはスルーで出てきましたね。向かいを打って土地を伸ばしましょう。2枚セットで誘発、打点削ります。
ては運追加でトークンだけでアタック、もちろんスルーで、やばい、相手の盤面の圧がすごいな。さあ、エルフの再生者、ここは疾病の神殿セット、そして風景の変容、土地を全て生贄にして8枚セット、16点取り。さあ、あと4点、ゴシの芽吹きで1枚セットできるから、うまくセットできるカードが来てくれれば、相手はルーツ追加で4体アタック。まずが残り14点、多分次のターンがラストターンかな。さあ、ドロー頼む。お、迂回路、これで沼を2枚セットで4点ドライ。いやー、デッキが応えてくれました。戦慄スケープシフトいかがでしたでしょうか。それではデッキリスト見てみましょう。まあ、動きは極めてシンプルで、土地を伸ばして戦慄の存在と風景の変容のコンボを狙っていきます。土地を伸ばす効果があるカードはこちらです。相手のライフを削り切るには結構な枚数の土地が必要になりますが、まあ、これだけあれば意外と早く揃えることができます。マナ家族は得意ですが、どうしても初動が遅く盤面は取られてしまうことが多いので、育技場の叫びなどの除去でしのぎましょう。地の芽吹きはちょっと重めの単体授業ですが、相手の構成をそぎつつ土地も伸ばせるので、このデッキにぴったりなカードです。今回はメインボードのみの紹介ですが、基本セット2020では優秀なサイドボード用カードも多数収録されています。まあ、特に注目したいのは色対策カードですね。特に黒の害悪な掌握は各色の中でも最強なんじゃないかっていうぐらい強いカードです。まあ、クリーチャーだけでなくプレインウォーカーも殺せるので、今最も使えているテフェリーとかミスタとかにも簡単に対処できます。緑の夏の帳は除去やハンデス、カウンターをかわしつつワンドロー、これも相手の計算を大きく狂わせることができるので、何枚かは入れておきたいカードです。超豪快なコンボで暇つきめちゃくちゃ気持ちいいので、ぜひ皆さんも組んでみてください。というわけで今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。